はい、どうぞ。こんにちは。適当に座ってくれていいですよ。星名くんも部員なんです。いちいち扉の前から声をかけなくてもいいですよ。そういう過剰な気遣いが続くと怒りますよ。もちろんありますよ。今だってかなり怒ってます。おこです。激おこです。いいですか、過剰な気遣いはやめてください。私は本を読んでます。そういう意味では図書室がすぐそこにあるのは便利ですね。星名くん、そういうことも考えなくていいですからね。嘘です。あの目は嘘の目です。図書室のオナニーのことを思い出して、私のことを変態だと思っている目です。知ってただけで、初めましてです。え、そうなんですか。うわぁ、本当に可愛い人。どうかしましたか。いや、別に何でもないです。ちょっと見惚れてただけで。そうですか。それよりも、ここがオカルト研究部の部室と知って訪ねてきたんですよね。はい、噂を聞いてきたんです。ここに来れば、あやつ先輩が相談に乗ってくれるんですよね。占いじゃなく、相談ですか？ダメですか？いえ、困っていることがあって、私に力になれることでしたらお手伝いさせてもらいます。ありがとうございます。それじゃあ、あ、失礼しました。自分は稲葉巡と言います。1年 D 組です。改めまして、綾地ねねです。よろしくです、先輩方。ちなみに、星名先輩もおかけんってことは、一緒に話を聞くんですか？はい、そうですね。あ、もしかして、男の人に聞かれたくない話だったりしますか？いえ、大丈夫です。聞いててもらっても平気です。はい。それで、稲葉さんの悩み事は一体何ですか？あの、あやつ先輩にお願いがあるんです。自分を人気者にしてください。はい。風がひどくて、
そういえば今年は4月頃までインフルエンザが流行してましたね。出遅れちゃいまして、だからちょっと人間関係で悩んでまして。ぶしつけながら率直に言ってそんな風には見えませんね。まず先に確認をさせてほしいんですが、孤立させられているということではないんですよね。あ、はい、そういう相談じゃないです。ちゃんと会話もありますし、おかけんのこともクラスの子から話を聞いて。でもなんか居場所がなくて、会話はあるんですけどちょっと浮いてると言いますか、うまくなじめないと言いますか。そう、そんな感じです。実は自分もともと人付き合いが得意ではなくて、この学院に入った時にそのイメチェンみたいなことをしたんです。そうです、髪型を変えて服装やアクセの研究のためにいろんな雑誌を読みふけて。はい、でもだからって今さら辞めるとそれはそれでなんか嫌な感じじゃないですか。おしゃれは我慢、気温との戦いだって本に書いてありましたから。自分基本は寒がりですから、もう少ししたらこれでちょうどよくなります。あの、どうやったら綾地先輩みたいな人気者になれますか？え？私みたいですか？そう言われても私は人気者なんかじゃないですよ。だって私友達いませんから。そう言われても事実なので、確かに話しかけられるので返事はしていますが、だっていつも勉強の話ぐらいしかしていませんよ。自分のグループというか派閥みたいなものは作ったりしないんですか？そういうことにはあまり興味が。どちらかといえば支持を優先したいので、この部活ですとか。おお、なんかかっこいい。私より星名くんの方がアドバイスできるんじゃないですか？え、そうなんですか？ちょっと暗そうな先輩だし友達が多いようには見えませんけど。ごめんなさい、そういうつもりじゃなかったんですけど、驚いたらつい口が滑っちゃって。だって面に正気を感じないので。でもよく頼られているじゃないですか。そうなんですか？アドバイスは難しそうですね。やっぱりそうですよね。でも一緒に考えることはできます。え、少し時間をくれませんか？いいんですか、こんな面倒